はい、こんにちは。フォトショッパーの塚本武之です。今回はですね、今更聞けないということで、シャープのですね、敷地をご紹介させていただこうかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速なんですけど、こちらのミヤマで撮ったですね、旅行客の海外の方ですね、撮影させていただいたんですけど、こちらにですね、例えばシャープをかける場合なんですけど、普通にアンシャープマスクっていうのをですね、こちらのフィルターからかけて、そしてシャープの中のアンシャープマスクってあるじゃないですか。これをかけると思うんですけど、このアンシャープマスクってどうやってかけたらいいのかと、量と半径と敷地ってありますけど、これは何なのかっていうのをですね、ちょっと説明させていただこうかなと思います。じゃあまずそもそもアンシャープマスクってどういう機能か、シャープってどういうものなのかっていうのをまずはじめにねご紹介させていただきましょう。こんなん作りました。これがですね、何なのかというと、まあ、エッジを確認するためにこんなのを作ってみたんですけど、例えばこうやってちょっとコントロールとスペースで拡大しますね。ここがエッジですよね。はい。これにちょっと、アンシャープマスクかけてみましょう。フィルターから、シャープ、アンシャープマスク。ね。なら、ここ見ていただいたらわかる通り、3つの項目が出てると思うんですね。で、量と半径と敷地なんですけど、この3つの、意味合いっていうのは何なのかというと、量をブワーって上げてもこれあんま変わんない、あんまっていうか全然変わんないですよ。ケース。ちなみに半径をブワーって上げてもこれまた変わらないですよね。はい。じゃあ敷地ももちろん変わらない。じゃあ何を上げればどうなのかっていうと、この量と半径っていうのは実は2個1になってまして、量を上げて上げて、そして半径を上げることでエッジが目立ってくるっていう形になります。真ん中の線ありますよね、このエッジから明るい方を明るくします。わかります？暗い方を暗くします。OK ですか？なのでこの明るい方と暗い方のコントラスト比を上げることによって、まあ、要は、エッジを目立たせるようにしている、コントラストをつけて目立たせるようにしているっていうのがこのシャープでありますね。なので量をブワーって上げてると量はここの中の濃さになりますので、量を上げることでここの濃さがこうやって濃くなります。わかりますね。ここの間の濃さが濃くなります。そしてこの半径っていうのが上げてあげると、どん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 この半径が広がります。まあ要はこれで直径ですよね。エッジから半径っていう意味で半径が広まります。こうやってほら。ね。小さければ小さいほどこうやって小さくなりますね。はい。じゃあ、この量と半径に関してはなんとなくね、マスターしていただいたと思いますけど、この敷地について、敷地とは何じゃらほいということですよね。敷地って今これ調整しても何の効果もないんですよ。ね。ちょっと弱くなるぐらいですよね。はい。じゃあ、この敷地は実は人間の顔が一番わかりやすいので、先ほどのこの人の顔でちょっと見てみましょう。はい。シャープ。フィルターからシャープのアンシャープマスクですよね。はい。で、この方のですね、調整をするんですけど、量を上げてあげると全く意味がないけど、半径を上げるとこうやって濃くなりますよね。で、濃くなりましたら、こうやってかなり、ちょっとわかりやすいように思いっきりしますけど、かなりシャープがかかりましたよね。で、かかりましたけど、このエッジの部分の強いエッジってわかります？この目の部分の、ほら、まぶたの部分であったりとか、鼻筋であったりとか、目の部分とか、まつげとか眉毛とか、こういったものを強いエッジって言います。そして、この皮膚のこういう、なんていうんですかね、小じわとか、まあ、毛穴とか、そういうのを弱いエッジですよね。この弱いエッジだけを取ってくれるのがこちらの敷地になります。OK ですか？なので敷地を上げてあげるとこうなります。わかります？元の画像はこうです。で、今の画像は上げてあげるとこうなります。ほら、このエッジの部分はしっかりとシャープは効いていますけど、
このフラットな、エッジの、柔らかい部分、少ない部分は、この敷地で取り除くというような効果があります。どういった時に使うのか、もちろんこういう人物の時ももちろん使うんですけど、ノイズとか乗ってる場合、空のノイズとか、そういった場合とかも結構、この敷地っていうのは使えるんじゃないかなと思います。で、今画素数が増えて、あまり何アンシャープマスクはどれぐらいがいいよっていうのはなかなか言いづらいんですけど、 A4 の、サイズであって297の210、そして、350dpi ぐらいであったら、ここは量は100で、半径は 1.5 ですね。そして、色域は5レベルでいいと思いますね。なので、もう少し、シャープが欲しいなっていう場合はですね、半径を上げると結構エッジの、その半径の部分が、なんていうかね、ラインが太くなっちゃうので、どちらかというと量を上げてあげた方が、はっきりとするんではないかなと思います。これが量と半径と色域の、この色域についてのご説明でございました。簡単でしたが、ご紹介の方は終わっていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。